ドラムを叩いてた少年がどうしてカシリコーダーをやるようになるか、そのカシリコーダーが競合店に勝ってすごい売り上げを伸ばす、そこのオーナーから一緒にビジネスをしようと言われる、だから大学4年生で自分でカシリコーダー店を出す、自分の親父に頼んでお金を出してもらう、それがやがて形を変えてエイベックスになっていくっていう話なんですよ。レコーダーっていうのはレコードを貸して CD ビデオを貸して戻ってきてそのビジネスが終了するっていうふうに普通思うんですよ、まあ、それは正しいんですけど、ただ僕たちは戻ってこないものを追いかけるならもっと貸せというスタイルでしたね。戻ってこない人はたまにいるんですよ。もう全部コンピューターで返してくれない人は分かっているんで、次に借りに来ても貸し出せないですね。もう前に何か借りて返してないのが分かっているから。だから返してくれなんていう請求をするんならもっと貸し出せということをやってました。それが二十歳の頃だから、よく海外の人にね、レコード貸して帰ってくるんですか、みんなに取られないんですかっていう聞かれました。海外には貸しレコードっていうのはないから、そう聞かれて、日本人って割と真面目だからみんな返すんですよって言いながらも、返していることを待つよりもどんどん貸していった方が利益が上がるんで、返ってこないレコードはまた買って置いていけばいいだけっていう考えで、それから三十数年経ってからある若手の経営者と話していたら、1万円を貸すって言うんですよ。1万円を貸して帰ってこなくても気にせず他の人にまた1万円を貸す、戻ってこない人はもうそのサービスが利用できない、それって俺が30年ぐらい前にやってた貸しレコーダーと同じビジネスモデルだね、だから出資させてよって言ったんですけど断られましたね。そういう人はテキーラ事件の人です三本さんですね。ビジネスモデルとしてはね、今どうなってるか知らないんですけど悪くはないなって思いましたけど、やっぱり最大の心配はその時も言ってましたけど貸しすぎちゃうことですね。大学の3年生になる時にたまたま大学で今の CFO の林と会うんですよ。同じ大学だったんで、横浜の港南大で貸しレコードやって、マジで俺そこで働きたい、でそこに行ってバイト募集してないって言われたんだけど勝手に働いてた。ある日オーナーがやっと許してくれと、松也君はうちに人は間に合ってるんだけど時給430円でいいんだったら働いていいよ、僕の中では池袋とか新宿の貸しレコードさんのイメージしかない、全然ダメなんですよそういう店、ただレコード置いとけばいい、そんなんじゃ誰も借りるわけないじゃん、こうやってこうやってするんだって全部書いちゃった。それでもなかなか売り上げ上がらなくて、まあ、競合店があったからそっちみんな行ってるわけですよ。でこっちは入会金取ってたけど500円でもみんな払わない、だったら今まで借りてる方でも全然間に合うからそっち行っちゃうわけですよ。どうやってこっちに引っ張るかって、チェーン店で U&I の高難題って言うんだから決まりを守んなきゃ、入会金を取ること500円取らなきゃいけない決まり、じゃあどうやったら500円払ってるよみんな借りてくれるかって考える、500円借りたら2枚タダで貸せばいい、入会金は取りましたでも2枚タダですよって同じじゃん、250円だったから1枚貸すの、入会金は取るけど最初は2枚無料ですって、そうすると同じになるでしょ。要はこういう発想なんですよ、500円取らなきゃいけないんだ、だから取らなきゃじゃなくて取るけど、じゃあどうすればみんなが納得するようになるかなっていうことを考えないとビジネスはできないし、今はもっとそれが難しくてブロックチェーンになっちゃってるからもうみんな分かんない、でも勉強したらすぐ分かるよ、うん、勉強しないから分かんない、ちょっと分かったら分かったふう、今ある常識、その業界業界にあるけどその常識の中で仕事をしたら絶対先駆者には勝てないですよ、だから非常識なことをしなきゃダメです、そんなことやっていいのみたいなギリギリのことをやって初めてイノベーターになれると思います。もしその業界にハマっているとそういったことができないんです、思いつかないんです、だからイノベーションのジレンマって言うでしょう。